皆さんこんにちは、ジェイソンレゴブリだ。ひらひら。はい、今回の動画は僕が普段レゴをどうやって収納仕分けをしてるかの動画になります。基本的に僕はレゴどうやって仕分けしてるのかというと、基本的にパーツ別です。僕の動画でかなり前にレゴの収納はどうしているのですかっていう動画があるんですけど、今回は新しいバージョンでやりたいと思います。なんでそもそもこの動画撮るようになったのかというと、実は僕が今愛用しているレゴの収納ケースの中でこれは間違いなく最強のものを見つけました。ちなみにそれを買ったのは去年の夏頃か秋頃に買いました。京都市内のトイザラス行った時に、ダイソーにちょっと用があったので店内物色したら、まさにレゴを収納するためだけに作られたと言ってもいいぐらい本当に素晴らしいものを見つけました。ちなみに僕はそれを全部で12個買ってます。それがこちら。はい、こちらダイソーに売ってるセクションケースです。はい、もうこのセクションケースが本当にレゴを収納するためだけに作られたと言ってもいいぐらい本当に素晴らしいものになってます。ちなみにこちらはダイソーの150円商品になります。ちなみにこれのちっちゃいやつは100円で売ってます。今回はこのセクションケースがどれだけすごいかを皆さんにお見せしたいと思います。セクションケースの紹介の前に、僕は普段どうやってレゴを収納してるかをお見せしたいと思います。まずパーツはニトリで売ってあるレターケースで収納してます。まずこのニトリのレターケースなんですけど、お値段は2200円ぐらいで買いました。このレターケースはこのように可動式の間仕切り板がついてるので、このようにパーツを収納することができて、多いパーツがあるときは間仕切り板全部取り外してこのように収納することも可能です。こんな感じで長いパーツも入るので、これはすごいおすすめできます。そして隣の段なんですけど、これは全部白ブロックとクリアパーツになってます。設計製図のプレゼンの模型は基本的に白色とクリアパーツで使ってるので、白色とクリアパーツだけは別で分けてます。これもニトリのレターケースで収納してます。そしてこれは100均で売られているアクセサリーケースです。今まではこれがダントツ一番だったんですけど、先ほどのセクションケースの方がめちゃくちゃいいです。あとはセリアで売ってる仕切り15、これもあります。ただ仕切り15に関しては可動の間仕切り板がないので、そこはちょっと残念なんですけど、こういった細かいパーツを収納することができます。あとは工具箱ですね。工具箱は本来釘やネジを入れるんですけど、僕はレゴを収納してます。それとこちらのダイソーのシューズケース、このシューズケースも大型パーツすごい入るので、これもおすすめできます。レゴの収納については、上のニトリのケース除いて全て100円ショップで買ってます。はい、ではこちらのセクションケースを紹介します。もう先ほども言ったんですけど、これは本当にレゴの収納に最も最適なケースとなってます。まずこれの何がいいかというと、これですね、この可動式の間仕切り板、これがあることによっていろんなパーツを入れることができます。こんな感じでパーツを仕分けることができます。間仕切り板があるので、こういった長いパーツも収納できるので、これはすごいおすすめできます。あとレゴドッツのタイルパーツってすごいなくしやすいので、例えば四角タイルのプリントパーツや丸いタイルパーツや4分の1の円形のプリントパーツもこのように分けることができるので、こういった細かいパーツ収納したい人はこれ本当におすすめできます。今使ってるセクションケースの中で一番パンパンなのは実はこれです。なんでこんなにパンパンになってるのかというと、レゴドッツのオイドッツのタイルパーツですね。もうこれがもし入りきらなかったら、これ専用のセクションケースを作っちゃいますねはい、ではここから色々と比較していきます。同じダイソーに売っているアクセサリーケースと比べるとこんな感じです。大きさに関しては今回のセクションケースがすごいでかいです。幅についてはほぼ一緒ですね。間仕切り板についてなんですけど、こちらは確か買った時5、6枚ついていて、このセクションケースの間仕切り板は15枚入ってます。それではセリアで売っている仕切りシリーズと並べるとこんな感じです。今回仕切りシリーズの大きさは一緒なので、仕切りさんで比較したいと思います。まず大きさなんですけど、セクションケースの方がやっぱりでかいです。厚さに関してはセクションケースの方が少し厚いです。セリアで売ってたこの仕切りシリーズもいいんですけど、やっぱ僕はこのセクションケースですね。厚さや大きさは全然違うんですけど、可動間仕切り板があることによってこうやってパーツを仕分けできるっていうところがめちゃくちゃいいので、僕はレゴの収納はぜひこのダイソーのセクションケースをおすすめします。ただこのセクションケースは先ほども言った通り150円もするので、100円で収めたいっていう人はセリアで売っている
仕切りシリーズやダイソーに売ってあるアクセサリーケースでパーツを仕分けるのもありです。はい、今回の動画は僕がおすすめするレゴの収納ケースについて説明しました。何度も言ってるんですけど、このダイソーのセクションケースが僕の中で今ダントツで1位です。まあこれを買うか買わないかは結局個人が決めるんですけど、僕は迷ってるのであればこのセクションケースをおすすめします。結構細かいパーツやより多く収納したいのであればこのセクションケースをおすすめします。先ほど説明したセリアの仕切りと同じダイソーで売られているアクセサリーケースもいいんですけど、このセクションケースは本当に素晴らしいです。もしこの動画が参考になれば僕はとてもいいと思っています。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。